それでは心理療法の授業紹介を始めますこの授業は現代心理学科3・4年生の授業で西真由美が担当していますこの授業ではテキストとして平木則子さんが書かれたカウンセリングとは何かという本を使っていますこれは家族の心理に詳しいベテランカウンセラーであり 大学教授として長くカウンセラーの養成にも携わっておられた日焼のり子さんが、一般の方向けに書かれた本です。カウンセリングとはどんなものかを分かりやすく解説したロングセラーで、高校生の皆さんにとっても読みやすいと思います。関心のある方は一度読んでみてください。つまり、この授業では、授業名の心理療法という言葉と、 本のタイトルのカウンセリングという言葉をあまり区別なく使っています。この動画では、この本をテキストとした心理療法の授業の中から、第5回の講義の一部をご紹介します。第3章、面接の初期段階がこの回のテーマです。ここで言う面接とは、カウンセリングのことです。 面接の初期段階は、独特な援助関係の確立が行われる段階です。ところで皆さんは、カウンセリングをする人のことを何と呼ぶか知っていますかそう、カウンセラーですね。あなたの身の回りにも、スクールカウンセラーや、診療内科のクリニックで、えー、カウンセリングを行っている心理カウンセラーなど、 カウンセリングの仕事をするカウンセラーがいるのではないでしょうか。では、カウンセリングを受けに来る人は何と呼ばれるか知っていますか。よく知っていますね。クライアントです。クライアントと初発音されたり、来談者と呼ばれたりもします。この授業ではクライアントと呼んでいます。カウンセリングはカウンセラーとクライアントによって行われるものです。 では授業の中身に入っていきましょう未知からの出発カウンセリングは独特な援助関係であると言えます普通の悩み事を相談してアドバイスをもらい悩みが解決するという人間関係とはかなり異なりますですからクライアントがこの独特な援助関係に早くなじめるように カウンセラーが独特のイニシアチブを取りますイニシアチブとは先導するとか主導権を取るというような意味ですカウンセリングは未知の人との関係であるという特徴を持っています知り合いにカウンセラーなんていないしもともとカウンセラーは知らない人、未知の人なんだからそれが当たり前じゃないかと思いますか 実はそうではないんです未知の人とカウンセリングを行うということがとても大切なんですつまり原則として基地の人すでに知っている人ならばカウンセラーはカウンセリングを引き受けるということをしませんそれは基地の人だとカウンセリングという独特の関係を作ることが難しいからです具体的に考えてみましょう 例えば教師と生徒親と子どもなどすでに何かの関係がある人を思い浮かべてみてください。教師と生徒の場合教師はたくさん勉強してほしいでも生徒はそんなにたくさんは無理と思っているかもしれませんね。また親子の場合親は子どもに真面目な良い子でいてほしいでも子どもはもっと自由にさせてほしいと思っているかもしれません。 このように2人の間には大なり小なり気持ちのずれがありますよね。これだとカウンセラーがクライエントを完全に受け止める気持ちを十分にわかるということが難しくなるのです。特に利害関係がある人だとカウンセリングはとても難しくなります。クライエントを受け止める需要と気持ちを心からわかる共感する ということが、そこなれがちになるのでからです。ですから、もしも基地の人ならば、カウンセリングを引き受けるということをしない、ということになるのです。需要と共感が難しくなる、中立性を保ちにくくなるからです。カウンセリングはまた、未知の体験への挑戦である、と言えます。 クライアントはカウンセラーに専門家による適切な助言を期待しますが、カウンセラーはそうではないことを説明します。そして一緒に考える中で一番いいアイデアがあなたの中から出てくるんですよとお話しします。もしかするとクライアントはそれにがっかりするかもしれません。いずれにせよ、クライアントがどんな期待をしているのかよく確認することが大切です。 また、この面接の初期段階で、カウンセラーは主にクライアントに話してもらうようにお願いします普通の会話と違って、カウンセラーは自分のことは語らないのですこれは通常の人間関係とはだいぶ違いますね悩みを相談するときにはよく、お互いに悩みを打ち明け合う、似た体験をお互いに語り合うということがありますがカウンセラーはそれをしません いわば聞き役に徹するのですそして問題に関係ないと思えることでも何でも話してもらうようにクライアントにお願いしますしかも今ここで話したいことを話してもらうようにお願いするのですこれは Here and Now と言ってカウンセリングではとても大切なこととされています 今ここで話したいことを話してもらうことが結局問題解決のために一番の早道だからです。以上お話ししたことをまとめてみましょう。カウンセリングはカウンセラーとクライアントによって行われる。カウンセリングは未知の人との関係である。カウンセリングはクライアントが話す場である。と言えます。いかがですか カウンセリングとは何か心理療法とはどんなものか少し分かっていただけましたかそれは想像していた通りでしたかそれとも違っていましたかこの動画が心理療法やカウンセリングについてもっと知りたいもっと詳しく学びたいと思ってもらえる糸口になれば嬉しく思います以上で心理療法の動画を終わりますご清聴ありがとうございました